タクトが、どうした？ずいぶん早いじゃないか。いや、特に新しい情報はない。ファーゴは未だ混乱状態です。ロームも黒き月による砲撃のせいで電離層が乱れていて通信不能なんです。ま、それだけでも相当な被害が出ていることは容易に想像できるが、一応一部の艦隊が救援に向かっているが。返事がないのは良い返事って言葉もあるじゃないですか。そう信じましょうね。ああ、そうだな。それで具体的には、わかった。好きなだけ考えてこい。はい。はい。それで何でしょうか。ああ、あれですか。結局何も進展なしですよ。グールダラス副司令があそこまで硬派というか鈍感だとは思いませんでした。結果的にもうしばらく一緒にいられることになりましたから、アルモも内心では喜んでいるみたいですけど。ねえ、ここ何話してるの？私も混ぜて。特に大した話じゃないの。気にしないで。お前らブリッジで無駄話してるんじゃない。タクトも用がないんならさっさと寝ろ。お勤めご苦労様です、マイヤーズ様。いえ、起きていらっしゃいます。どうぞお入りください。マイヤーズか。楽にしてくれ。いや、眠れなくてな。ずっと考え事をしていた。離宮で私の世話をしていた者たちはほとんどが行方知れずだそうだ。ほんの数日の付き合いではあったが、胸が痛む。それだけではない。たった一晩のうちにあまりにも多くの命が失われてしまった。そうだな。実は私も先ほどからそのことについて考えていたのだが、エオニアは私の身柄を手に入れたらこの愚行をやめるであろうか。私がエオニアの元に下れば、あの男は無益な争いを続ける大義名分を少なくとも半分は失う。そうではないか、マイヤーズ。そうだな。今さらか。私がどうこうしようと死者が生き返ることなどないものな。わかった。今の提案は取り消そう。
しかし選択肢が多いことは悪いことではないはずだ。それだけは覚えておいてくれ。うん、すまんな、マイヤーズ。私はもう休む。下がってよいぞ。助言をいただいていますし、あたしらだよ。あの時紋章機に乗っていた人間として当時の様子などをお伝えしていたところですの。おかげでとても助かりました。原因の究明は難しいですが、何が起こったのかに関してはもうじきご説明できると思います。いいえ、こういう状況でこんなことを言うのもなんですが、楽しんでいます。ロストテクノロジーの謎を解き明かすことこそ研究者である私たち月の巫女の使命であり、無常の喜びですから。小さな女の子ですか？ノア。いえ、そういう子は見たことがないですね。何かの見間違いではありませんか？なんだい？面白そうな話だね。小さな女の子。ガクトってはそういう趣味があったんだ。人は見かけによらないね。冗談はさておき、ちょっと気になりますわね。話が本当だとしたら、その女の子は何者だったんでしょう？単に寝ぼけてただけなんじゃないの？夢でも見たんでしょ？でも、エオニア軍のスパイということも考えられますわ。その可能性もあると思いますわ。だとしたら大変じゃないか。こっちのデータが盗まれたかもしれないんだよ。エルシオールも紋章機もロストテクノロジーの塊です。そう簡単に解析はできないと思いますが。まあ何かあったらその時に考えればいいさ。じゃ、私はそろそろ行くよ。私もお先に失礼させていただきますわ。はい、お任せください。あら、タクトじゃない。あんたもトレーニング？
別に無理なんかしてないわ。なんか無性に体を動かしたい気分だったのよね。それよりあんたも見たでしょ、紋章機の翼。私もびっくりしたわ、紋章機は生まれ変わったのよ。あの時ね、紋章機から私の体にすごいパワーが流れ込んでくるのを感じたの。私まで生まれ変わった気分だったわ。そうよ、すごいことだわ。操縦した感じも今までと少し違ってたし、それにあんな綺麗でかっこいい翼なんだからきっといいものに違いないわ。タクトもそう思うでしょ。そうでしょそうでしょ、私の勘は正しいに決まってるわ。それがもう今までと断然反応が違うの。まるで私だけのためにチューンナップされたみたいだったわ。この生まれ変わった紋章機があればエオニア軍なんか目じゃないわ。あいつらにやられた人たちの仇を取ってやる。あ、タクトさん。はい、いつもはベッドに入るとすぐ寝ちゃうんですけど、今日はなんだか寝つけなくて。ねえタクトさん、エオニアさんはどうしてあんなことをしたんでしょう。はい、私よくわからないんです。エオニアさんって5年前まで広告に住んでいたんですよね。だったらお友達もいたんじゃないでしょうか。他にも子供の頃の思い出の場所とか、今みたいなやり方を繰り返していたらお友達も思い出の場所もみんななくなっちゃいますよ。それでも構わないんでしょうか。やっぱりわかりません。どうしたら広告を、世界をそんなに嫌いになれるんでしょう。この世界には面白いことや楽しいことや美味しいものがたくさんあるのに、それ以上に悲しい思い出があるんでしょうか。だけど自分が不幸せだからって他人も世界も同じように不幸にしてやろうっていうのは良くないことだと思います。私変なこと言ってますか。はい、そうですよね。私たちが頑張らないとたくさんの人たちが困っちゃうんですよね。よーし、頑張るぞ。はい、それでどうやってエオニア軍を倒すんですか。もう本当に大丈夫なんですか、タクトさん。わかりました。きっと何とかなりますよね。私、タクトさんを信じてますから。あ、タクト、いいとこに来たわね。
これからランファと一緒にお料理作るんです。暗い雰囲気を吹き飛ばすために美味しいものを作ってみんなに食べてもらおうと思って。そこにちょうど私が通りがかってね、せっかくだから私も料理を教えてもらおうかと思って手伝うことにしたの。期待しててくださいね、タクトさん。私の料理の腕前にびっくりしないでよ。さあ、それではランファさん、先生の後に続いて掛け声をよろしく。先生？掛け声って？ミルフィー、ランファのお気楽クッキングって何よそれ。ダメじゃないランファ、ちゃんと一緒にお気楽クッキングって言ってくれなきゃ。なんで私がそんなこと言わなきゃなんないのよ。あ、ごめんね、その前にランファののところも言ってもらうんだったわ。そういう問題じゃない。ないわよ。タクトもこのお気楽娘に何とか言ってやってよ。そうそう、私のことは気軽にミルフィー先生って呼んでね。何が気軽によ。タクトまで調子に乗っちゃって。いいわよ、分かったわよ。それでミルフィ先生、今日は何を作るんですか？はい、今日のお料理はイチゴをたっぷり使ったケーキです。わあ、それは美味しそうですね。ではまず材料のご紹介から。というわけで、ここに下準備の終わった生地があります。はやっ。ミルフィー先生、生地の作り方の説明は。だって早く食べたいんだもん。私に教えるのはどうだったのよ。生地を型に流し込んで熱したオーブンに入れてっと。何事もなかったように進行するんじゃない。焼き上がるまでは50分くらいかかります。その間にホイップクリームの方を。に何入れたのよ。何ってただのケーキ生地なはずなんだけど。ただの生地がこんな大爆発するわけないでしょ。あ、逃げた。待ちなさいよタクト。
よかった、ランパがノリのいい性格で。なんか言った？ううん、なんにも。そう？だったらいいんだけど。それで、今日はどんなお料理を作るんですか？はい、今日のお料理はイチゴをたっぷり使ったケーキです。わあ、それは美味しそうですね。ではまず材料のご紹介から。というわけで、ここに下準備の終わった生地があります。早っ。ミルフィー先生、生地の作り方の説明は。だって早く食べたいんだもん。私に教えるのはどうだったのよ。生地を型に流し込んで熱したオーブンに入れてっと。何事もなかったように進行するんじゃない。タクトさん、いらっしゃいませ。タクトさん、また司令官に就任してくださったんですってね。バニラさんから聞きました。はいはい、こちらこそ。ならもっと喜びたいところですが、すみません、今は。近くの外壁に被弾したせいで波を起こす装置が故障しましたが、大したことはありません。ですが、宇宙クジラが悲しんでいるそうです。いえ、そうではありません。ただ心が痛いんです。一夜のうちにここ400年分と同じくらい、いや、それ以上の人々の嘆きと悲しみを聞いた。宇宙クジラはそう言っていました。宇宙クジラが言っています。気にするな、お前たちはお前たちにできることをしてくれ。いずれ決断の時が来るだろう。勇気を持って前へ踏み出すがいい。だそうです。いいえ、それでは僕は動物たちの部屋の点検途中なので、これで失礼します。私たちにできること。大勢の人々が亡くなりました。私は見ていることしかできませんでした。わかっています。でも、亡くなられた人々の家族や友人の悲しみを思うと胸が痛みます。タクトさん、私たちはこれからどうすればいいのでしょう。私も同じ考えです。はい、
私にできることがあれば何でもお言いつけください。タクトさんの言葉を聞いていると安心できます。やはりタクトさんが司令でよかった。それでは所用がありますので、私はこれで失礼します。どうされました？はい、おかげさまでみんな怪我もなく無事です。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか？わかりました。では少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。治療終わりました。すごい、もう痛くない。どうもありがとう。あら、マイアズ司令、いらっしゃい。いえ、ちょうど今終わったところです。それよりバニラから聞いたわよ。また司令に戻ったんですってね。そうね、なんか不思議よね。もっとも、こういう非常事態の結果そうなったというのは皮肉な感じだけど。司令が気を落とすことはないわ。あなたは立派に戦っている。これからもよろしくお願いね。ウギウギです。目を離すと心配なので、なるべくそばに置いておこうと。いえ、いつ自分の部屋が被弾しないとも限らないですから。大丈夫よ。さっきはたまたま防御システムがダウンしてたせいで被害が大きかっただけなんだから。そうなのですが、もちろんよ。ナイスアイデアだわ、司令。それではケイラ先生、今度の戦いからはウギウギをお願いしてもいいですか？任せて。後で世話の仕方を教えてね。はい。アタシラだよ。そうそう、考えすぎだよ。いつものタクトみたいにもっとアバウトにやればいいんじゃないの？
違ったかい？でも寝ぼけるというのはある意味タツコさんらしいかもしれませんわね。まあ何かあったらその時に考えればいいさ。じゃあ私はそろそろ行くよ。私もお先に失礼させていただきますわ。はい、お任せください。ああ、タクトかい。ちょいとここに置いてある銃や弾薬を整理してるんだよ。ほら、さっきの戦いでこの辺も被弾しただろ。火薬が誘爆したらシャレになんないから、小分けにして厳重に保管しようと思ってさ。使う時に手間はかかるけど、エルシオールごとコッパみじんになるよりはマシだからね。梱包が終わったら部屋に運ぶから、その時に手が空いてたら頼むよ。もっともあの黒き月の砲撃を食らったら何の意味もないけどね。ああ、あの黒き月とかってのはロフトテクノロジーなのかね。それにしてもあんな実用的じゃない兵器を装備させるなんて、何考えてたんだろうかね、昔の人は。だからさ、あまりにも大出力すぎるんだよ、あれは。宇宙船をちまちま狙うには絶望的に向いてないし、かといって衛星なり惑星なりにぶっ放したら、そこはもう二度と使い物にならない。戦争ってやつは相手の持ち物が欲しくて始めるもんだろ。その持ち物まで壊しちゃ意味ないじゃないの。さあ、私には見当もつかないね。あんたはどう思う？いわゆる抑止力ってやつかい？なかなかいい線いってるかもね。そんなこったろうと思ったよ。でもその抑止力を後先考えずにぶっ放したエオニアって坊やもいたわけだよね。単に使ってみたかっただけなんじゃない？新しいおもちゃを手に入れた子供がそれを試してみたくなるのと同レベルさ。ああ、そうさ、悪い子にはうんとお仕置きしてやらなきゃね。頼むよ、マイヤーズ司令。あら、タクトさん。ええ、ちょうどよかったですわ。タクトさんにお話がありましたの。はい、タクトさんはエオニアのことをどう思いですか？同感ですわ。恋を奪うだけならまだしも、その後のエオニアの行動は常軌を逸しています。反逆の動きを封じるために無関係なファーゴやローブの一般人まで巻き込むなんて、とても信じられませんわ。こんなやり方では新たな反発を招くだけですわ。人心を掌握することなど、とても、もっとも、そん
んな配慮はかけらもないようですが、そんな人間が広告を支配することになれば、政治は乱れ、経済や文化も衰退し、ひいては社会全体が荒廃するでしょう。アクトさんもそう思いませんこと？はい、私もできる限りのことをいたしますわ。その志があればきっと道は開けます。やっぱりタクトさんが指令のままでいてくれてよかったですわ。顔色が良くありません。どうかなさいましたか？自覚できていないようです。医務室へ急ぎましょう。どんな病気も早期発見、早期治療が大切です。診察終わりました。身体的に特に異常は見受けられません。しかし明らかにいつものタクトさんと様子が違います。もしかして精神的なもの、悩みがあるのですか？そうですか、わかりました。バニラです。お邪魔してもよろしいでしょうか？失礼します。ハーブティーです。タクトさんに飲んでいただこうと思って。カモミールとリンデンにオレンジピールをブレンドしたもので、リラックス効果があるそうです。ミントさんのようにはうまく入れられませんが、いかがですか？ありがとうございます。お口に合いますか？ナノマシンでは心の治療はできません。だからせめて他の方法でもと思って。いえ、気休め程度ですが。はい、その通りです。では、私はこれで。マイヤーズ司令とエンジェル隊は、ブリッジまでお集まりください。繰り返します。マイヤーズ司令。you
うん、遅い。待ちくたびれたぞ。紋章機とエルシオールに起こった現象の説明に芝王子にもご協力をいただければと思って私からお願いしたんです。ぜひ説明を聞きたいね。私らもずっと気がかりだったんだ。はい、昨夜の戦闘中エルシオールと紋章機に起こった現象なのですが、調査の結果、紋章機もエルシオールも制御系、動力系などの全システムが新しいものに書き換えられていました。つまり見た目こそ今までと変わりありませんが、その中身は丸ごと生まれ変わったとも言えます。やっぱりあれは暴走ではなかったんですね。でもあの時外部からはこれといって不審なアクセスはありませんでしたよ。外部からの干渉ではない。新しいシステムデータはエルシオールと紋章機の内部にずっと眠っていたものだったの。そうです。ご存知の通り、ロストテクノロジーには未知の領域が数多く存在します。その解析がある程度進んだ技術は宇宙船などにコピーして利用しているわけですが、紋章機とエルシオールに使われているテクノロジーについては私たち月の巫女の必死の研究にもかかわらずほとんど謎のままでした。ロストテクノロジーの結晶とか言われてるけど、要はブラックボックスばっかりでオリジナルのまま使うしかなかったってことだろ。そう言われると立場がないですね。ですが昨夜の事件でその謎に迫る手がかりがようやくつかめたんです。まずシステムの更新についてはパイロットの精神状態と何らかの関わりがあるのではないかと推測していますが、詳しいことはまだ不明です。ただあの翼が出現している間、紋章機の攻撃、防御、機動性などあらゆる性能が向上していたことは分かっています。またパイロットとヘイローシステムの同調率も各機 100% を超える数値を記録しています。これらの状況からあの輝く翼が出現している間、紋章機はその持てる性能をフルに引き出していたものと思われます。 100% を超える数値？あの、いくらなんでもそれは何かの間違いなのでは。私たちも目を疑いましたが、これは事実です。理論限界値以上の性能を引き出していたことは現在の紋章機からも見て取れます。どういうことですの？スロットルや照準といった操縦系統が今までの調整では不可能なレベルまで最適化されていたんです。つまり各パイロットの特性や癖に合わせてチューニングし直されたといえます。やっぱりそうだったんだ。なんだか今までと操作性が少し違うと思ったのに、やけにすんなり動かせたのはそのせいなのね。つまり紋章機はパワーアップしたということですか？それってすごいじゃないですか。ですが一度出た翼が消えてしまったのはなぜなのでしょうか？その原因は今のところ不明です。翼が消えた際に性能の低下が見られましたが、これは限界性能を引き出した反動と思われます。そうだな、あのままいけば黒き月にとどめを刺すことができたかもしれない。翼の起動条件も現在調査中です。多分パイロットと機体のリンクが一定レベル以上に達することで起動するようなのですが、
詳しいことは何も分かってないってわけね。改めて考えるとそんなものに命預けてるもんね。私たち研究者にとっても衝撃的でした。紋章機とエルシオールにこんな秘密が隠されていたなんて。シャトヤン様がこの場にいらっしゃれば何か助言を賜ることができたかもしれませんが、今の状況では。はい、エルシオールもシールドの出力をはじめとする防御面が強化されています。攻撃面は強化されていないのか。ただでさえこの船は火力が足りないってのに。ええ、今のところはですが。実は書き換えられたシステムの中にエルシオールに追加兵装があることを示すデータが発見されたんです。船首部分に取り付ける大型のエネルギー砲です。これがあれば黒き月にも十分対抗できるかと思います。そんなにすごい武器があるなんて初耳です。その武器はどこにあるんですか？それについてはこのデータをご覧ください。追加兵装のデータとともに発見されたものです。この図面の中心部、兵器生産プラントとおぼしき場所にこの武器が眠っているようです。それについては私よりも芝王子の方がよくご存知かと思います。私にも確証があるわけではない。ただおそらく私はこの場所を知っている。それは白き月だ。ちょっと待ってください。白き月に兵器が隠されているとおっしゃるんですか？私も信じたくはないわ。でもこの兵器がロストテクノロジーだとしたら、それが白き月にあるのも不思議ではない。それにもっと信じたくないことだけど、図面を見る限り白き月は最初から兵器の製造が可能なように作られていた可能性があるわ。白き月が兵器工場だなんて。信じるかどうかはそなたたちの自由だ。だが以前シャトヤン様から同じ図を見せていただいたことがある。そういえば私たちもこの見取り図にあるような奥の方まで入ったことはないわね。そうですわね。月の巫女の皆さんはてっきりご存知かと思っていたのですが、この見取り図にある区画はシャトヤン様から立ち入りを禁じられていたんです。だから白き月に兵器なんてあるわけが。信じるかどうかは自由だと言ったはずだ。そなたはどうだ、マイヤーズ。決定権は司令官のそなたにある。それはいいが、白き月とトランスバール本星に向かうとなると、エオニア軍の拠点に飛び込むことになるぜ。ま、それはそうだな。わかりました。タクトさんを信じます。
戻ったか、ノア。敵の様子を見てきたわ。残った戦力を必死でかき集めてるみたい。そんなことしても無駄なのにね。それからヘルシオールと紋章機は白き月へ向かうみたいよ。白き月、どういうことだ。多分紋章機の翼と関係があると思うわ。あれは一体何なのだ、リミッターを解除した姿。え、紋章機本来の姿と言っていいわね。多分エルシオールも同じだと思うわ。だとすると少々厄介なことになりそうだ。心配することないわ、お兄様。全部ノアに任せておいて。ノアにできないことはないわ。あの翼だってもう解析したもの。ノアの紋章機が負けるはずがないわ。それは心強い。しかし、あの5人にノアの紋章機を使いこなせるか。ノアの紋章機は誰が乗っていても同じ。人間が乗ってさえいれば。それはどういう。どっちにしてもノアたちの方が先に白き月についちゃえば関係ないわ。ああ、そうだな。しかし奴らの方が足は速い。足止めが必要だな。そのお役目、ぜひともこの私にお任せください。シェリー、エオニア様のためあの紋章機を必ずや撃破してご覧に入れます。たとえこの命に代えましても。シェリー、お前は私の大切な部下だ。その気持ちはありがたいが、誤った真似だけはするな。あなた様のお役に立つことこそ私の望み、私の生きる意味そのものです。ご心配には及びません。今まで私がエオニア様の期待を裏切ったことがございましたか。いや、私が広告から追放された時は、それ以降も私の忠実な部下でいてくれた。今後もそうあり続けてくれることを期待している。奴らを打ち倒し、そして必ず戻ってこい。ありがたき幸せ。そのお言葉は私にとって何よりの力となりましょう。どうか吉報をお待ちください。ヘルハウンズ隊をお借りいたします。では。おかしいね、言葉が力になるの。あの人どこかにバグでもあるの。なるほど。白き月と紋章機、そしてエルシオールにはそんな秘密があったのか。確かに通信では話せん内容じゃな。
データを見せてもらった今でも正直言ってまだ信じられんよ。王国にロストテクノロジーの恩恵を与え、人々の敬意を集める白き月が、まさか兵器工場かもしれんとはのう。ところでルフト准将、艦隊の再編はどうなっていますか？あまり良いとは言えんな。破損した船の修理にも、周辺の兵力の集結にも、まだまだ時間がかかりそうじゃ。どちらにしてもエオニア軍と一戦交えるにはあまりにも力不足じゃよ。お前とエルシオールにはまた面倒な仕事を頼まねばならんようじゃな。まともに動けるのがエルシオールだけである以上、我々がやるべきことは決まっています。しばらく見ぬ間に成長したの。やはりお前たちにエルシオールを任せたのは間違っていなかった。ただ問題は船の修理と物資調達です。今後もエオニア軍との交戦があるでしょうから、どこかで何とかしたいところなんですが、しかしファーゴも惑星ロームもこのありさまじゃからな。そうじゃ、あそこなら、あるいはうん、惑星ブラマンシュじゃ。そう、かのブラマンシュ財閥の本拠地じゃよ。惑星ブラマンシュはちょうどここからトランスバール本線へ向かう途中にある。あそこなら補給地としてうってつけじゃろう。確かにブラマンシュ商会から補給を受けた前例もあります。今回も引き受けてもらえる可能性は高いですね。わかった、俺はブリッジに戻る。失礼します、ルフト准将。時にタクトよ、こちらで何か妙なことは起きておらんか？先ほど複数の兵から報告があったが、軍の施設や艦艇に侵入した者がいるらしい。それが妙な話でな、侵入者は金髪の少女だったというのじゃ。辺りを物珍しげに眺めておったそうでな。兵士がそれに気づいて尋問しようとしたところ、煙のように消えてしまったのだそうだ。どうしたタクト？その少女がもしエオニア軍のスパイだとしたら厄介じゃな。マイヤーズ司令、大変です。黒き月が動き出しました。惑星ロームの重力圏から離脱していきます。いかんな、エオニアに先手を打たれたかもしれんぞ。どうやら出発は早まりそうじゃな。わしも急いで自分の船に戻るとしよう。頼んだぞタクト。こちらも兵力が整ったらすぐに後を追う。本声でまた会おう。はい、惑
星ブラナン市の軌道ステーションにて補給と修理に応じてもらえるそうです。連絡です。最後の補給物資を積んだ宇宙船が今到着したそうです。船の修理もブラマン所財閥の方に手伝ってもらってますから、間もなく終わります。力を貸してもらえて本当に助かりましたね。向こうはあの図体だ。移動には時間がかかる。多少リスクはあるが、長距離のクロノドライブ航行を繰り返せばきっと追い抜けるだろう。マイアズ司令、ダルノー・ブラマンシュ氏から司令宛てに通信が入っています。あなたが司令官ですかな。お初にお目にかかる。ダルノー・ブラマンシュ。うちの娘がお世話になっています。それと私のことはダルノーと呼んでくださって結構。いや、当然のことをしたまでです。我がブラマンシュグループは総力を挙げてあなた方を支援します。我々もエオニアの反乱によって大変な損害を被った。どれほどの資産が失われたか想像もつかん。これ以上あのような連中をのさばらせていたら、王国の経済は破綻してしまう。そうなればブラマン氏も共倒れです。あなた方には何としても早急にクーデターを鎮圧していただきたい。頼みましたぞ。結構。時にミントはどうしていますかな。ええ、久しぶりに故郷へ戻ってきたのだから連絡の一つもよこせばよいもの。なるほど。確かに私は娘に嫌われているようですからな。率直だな君は。この私に対してこうもはっきりという人間は久しぶりだ。別に怒っているわけではないから安心したまえ。なるほど、確かに興味深いな。なかなかどうして歯ごたえがありそうだ。いや、こちらの話です。ミントには連絡するようにと伝えてください。それでは失礼。ちょっと疲れたって顔してやがるな。今のうちに少し休んでおいたらどうだ。で、食べ過ぎてお腹を壊してここへ来たというわけね。ただの食べ過ぎだからよかったようなものの、もし指令に何かあったらシャレにならないわよ。バニラなら
今は公園に行っていると思うわ。宇宙ウサギを散歩させるんですって。あなたも公園に行ってみたら？宇宙ウサギと一緒に運動すればお腹もこなれるわよ。あら、通信だわ。誰からかしら。ケイラ先生、少々よろしいでしょうか？あら、バニラ。どうしたの？先生にご相談が。それからお薬をください。いえ、私ではありません。ウギウギが。様子がおかしいんです。ぐったりしたままで。それは心配ね。私が見てみましょうか。ありがとうございます。とりあえず私の部屋へ。数日前からです。食事をあげてもあまり食べなくなって。気にはなっていたのですが、舞踏会からの騒動でウギウギの面倒を見る時間がなかなか取れずにいて。診察してみたけど全身が弱っているみたい。一応栄養剤を投与しておいたけど。ただ動物の治療となると私の力ではこれ以上のことはわからないわ。役に立てなくてごめんなさい、バニラ。いいえ、私がもっと早く気がついていれば。はい。ですが効果がないようだったので、ケイラ先生にご相談をと思って。ナノマシンによる治療は小動物にも有効なはずだけど、もう一度やってみたら？わかりました。ウギウギ、お願い、元気になって。効果がないみたいね。直して見せます。きっと良くなるはずです。呼吸が終了しました。これより本艦は惑星ブラマンシュを出航します。マイヤーズ司令、至急ブリッジにお戻りください。ご心配をおかけして申し訳ありません。ウギウギは私が直しますから。私も医務室に戻ってこの種の宇宙ウサギのことを調べてみるわ。惑星ブラマンシュの重力圏を離脱しました。まもなくクロノドライブに移行します。どうした、タクト、何か気になることでもあるのか？気を抜くなよ。エルシオールが白き月に向かっていることはエオニアも当然察知しているはずだ。こちらの取る最短ルートも読まれてるに違いない。今度のドライブアウト直後に惑星フリードの近くを通過するが、そのあたりがヤバそうだな。覚悟ね。死ぬ気なんてかけらもないくせに
お前と意見が合うなんて珍しいな。エルシオール、クロノドライブ開始5秒前。4、3、2、1。クロノスペースに突入しました。艦内各部異常なし。ドライブアウト予定時刻は、明朝0800。さてと、それじゃあ最後の骨休めといくか。先に休ませてもらうぜ、アクト。まだ変化はありません。あれからずっとナノマシン治療を続けているのですが。時間は関係ありません。大丈夫です。問題ありません。私はウギウギを助けます。今度こそ。私はあの時とは違う。もう失敗はしない。シスターバレルのようにはさせない。今度こそ失敗しない。絶対に。治療の邪魔をしないでください。私は正常です。問題ありません。私、そんなことを言っていましたか。それは、シスターバレルは身寄りのない私を引き取ってくださった方です。それから私はシスターに育てていただき、ナノマシンの使い方もそこで教わりました。このまま平穏な日々がずっと続く。幼い頃の私はそう信じていました。ですが、5年前、シスターはご自分のベッドから起き上がることができなくなり、日に日に衰弱していきました。私はシスターから習ったナノマシン技術で治療を試みましたが、一向に効果は現れず、シスターは息を引き取りました。老衰だったと後で聞きました。いいえ、私が力不足だったのです。それにシスターの様子がおかしいことを
もっと早くから気がついていれば、こんなことには。いいえ、私のせいです。だから、私は成長しなければと思ったのです。自分の未熟さで大事な人を失うことがもう二度とないように。長話をしてしまいました。治療に戻ります。ユギは元気にします。今度こそ。はい。マーヤーズ司令、ちょっといいかしら。今からクジラルームに来てほしいの。宇宙ウサギのことでお話ししたいことがあって。ああ、司令、ごめんなさいね。こんな時間に呼び出したりして。それが、治療法はありません。あの宇宙ウサギはもう寿命なんです。データベースで宇宙ウサギの生態について調べてみたの。そうしたら、バニラが飼っている種類の宇宙ウサギは寿命がとても短いことが分かったの。ケイラ先生から伺った様子だと、おそらく今日明日の命だと思います。シスター、寿命で死ぬことはバニラさんのせいじゃないのに。きっと当時のバニラは身近な人の死というものを受け入れられなかったのね。だから自分を責めることで精神のバランスを取った。でもそんなのあんまりだわ。バニラがあんな一生懸命に治療しようとしているのを見たら、とても僕は、タクトさんもバニラさんも宇宙ウサギの寿命のことをご存知だと思っていたもので、すみません、考えが足りませんでした。ドライブアウトしました。緊急警報、緊急警報。前方にエオニア軍艦隊を確認。総員、直ちに第一戦闘配備。タクト、聞こえるか？すぐブリッジに来てくれ。何言ってやがる。戦闘の指揮を取ること以上に大事な用があるか。
おい、タクト。まだ治療中です。何でしょうか。ウギウギのためにも必ず勝ちます。はい、よろしくお願いします。では格納庫へ向かいますので、これで。悪いと思ってるならさっさと自分の仕事につけ。もうエンジェル隊もスタンバイしている。大丈夫です。ウギウギは必ず直します。申し訳ありませんが、失礼します。出撃している間、ウギウギをケイラ先生に預かっていただかないといけませんので。悪いと思ってるならさっさと自分の仕事につけ。もうエンジェル隊もスタンバイしている。この前戦ったシェリーとかいう女が乗っていた船が確認されている。それと例の大型戦闘機5機もだ。レーダーには今のところそれらしき反応はありません。敵艦隊の編成はあの大型戦闘機。高速突撃艦、そして機関の高速戦艦だ。わかりやすくていいじゃない。任せといて。ただ今回は紋章機の翼は出ていない。この前みたいにパワーアップしているわけじゃないから注意しろよ。と言ったって今まで通りってことだろ。だったら負けるわけないさ。
そうだろう、みんな。その通りです。白き月にたどり着くまでは負けるわけにはいきませんわ。きっとなんとかなりますよ。そうですよね、タクトさん。もう一度作戦内容を確認するか。はい、できるだけ早く敵を撃退します。了解。エオニア様の邪魔はさせない。沈みなさい、エルシオール。敵艦隊さらに接近。ここでやられてたまるか。エンジェル隊、戦闘開始。うまくいきましたわ。命中です。よし、かわした。私は俺の腕前を見たか。これ以上命が失われるのを見たくありません。やるな、僕の紋章機の攻撃を。また命中させられたか。面白い、面白くなってきたぞ。残念だが、今日はここまでだ。効果を上げられました。目標の中枢部の命中、うまくいきました。攻撃に失敗。ってしまったか。もう一度やってみます。したことが攻撃に失敗しました。狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。ハーベスター、了解。はい、タクトさん、行動を開始します。そんな、今のが当たってないの。私一人にできることなど、たかが知れています。でも回避されたか。
せいぜいあがけ。いけない、狙いが逸れちゃいました。黒く月を倒す力の一部にはなれると思います。敵に回避されました。また上がってきたよ。調子悪いのかな今日。目標を確認しました。攻撃に移ります。さすがにヤバくなってきたかな。はい、タクヤさん、行動を開始します。ハーベスター了解。来た、私の攻撃を回避した。ここでもしても意外と素早いね。支障ない。回避したのか。風情か。いくら攻撃しようとは無駄だ。貴様らの力ではな。ちゃー、外れちゃった。よし、嘘、攻撃が外れた。やったわタクト。ここまで今の一撃かなり効いたみたい。次は滅びを与えてやる。僕の攻撃をかわすとはなんて無礼な。タクトさん、攻撃が成功しました。だがこの機体ならまだ余裕だな。この僕にここまでダメージを与えるなんて許さないぞ。おくそ、ここまで来て。ディセルバ、交代する。レーダーに反応あり。敵の増援です。私は戦いに来ます。平和が戻ることを信じて。ちゃー、外れちゃった。命中したわよ。見ててくれた、タクト。カンフーファイター、攻撃開始。敵を退けなければ。あーもう、なんで当たんないのよ。回避成功。カンフーファイター攻撃開始。タクトさん、私を見守っていてください。そんな攻撃当たるもんですか。敵の攻撃を回避したわ。目標を確認いたしました。行ってもらえますか。目標を確認しました。攻撃に移ります。そんな攻撃当たるもんですか。タクトさん、私を見守っていてください。攻撃に失敗、もう一度やってみます。目標を捉えました。今の攻撃は計算以上の効果を上げられました。攻撃が外れました。申し訳ありません、タクトさん。狙いが逸れてしまいました。今の攻撃でかなりダメージを与えられたと思います。攻撃、あれ、攻撃が外れちゃいました。練習ですわ、タクトさん。タクトさん、攻撃が避けられちゃった。次は当ててみせるわ。攻撃回避されたわ。修理が必要な時は私にご命令を。
もう少ししたらエネルギーの補給をお願いしますね。あれ、外してしまった。私としたことは。よし、命中。だんだん調子が出てきたよ。目標を捕捉した。どこを狙っている。敵が見えていないのか。星、どこを狙っている。敵が見えていないのか。あ、攻撃が外れた。敵の反撃に備えろ。よし、命中だ。攻撃が当たりません。このまま撃ち落とせ。しまった、命中していない。もっとしっかり狙え。早く敵を退けなければ。よし、来た、タクト。ボス、どこを狙っている。敵が見えていないのか。まだいけるかな。ハッピートリガー了解。攻撃が外れた。敵の反撃に備えろ。次だ。あれ、攻撃が外れちゃいました。私を見守っていてください。攻撃に失敗しました。こちらの攻撃回避されました。攻撃に失敗しました。敵を退けなければ。よし、来た、タクト。目標の中枢部に命中。うまくいきました。その程度の攻撃で私を止められると思うな。あ、攻撃が外れた。敵の反撃に備えろ。ボス、どこを狙っている。敵が見えていないのか。今の攻撃を回避したんですね。敵よりも早く侮れませんが、白き月に向かわなければ。しまった、かわされた。強度が低下してる。俺、小高し。まだなんとかなるか。はい、了解しました。全訪問解放、出力最大。いくよ、ストライクバースト。当たった。よし、それだ、次行くわよ。もう一度行ってくる。ダメージを受けると。まだだ。いい感じで当たったみたいだね。次でとどめだ。奴らに負けるわけにはいかない。ハッピートリガー了解。ラッキースター、了解。これでもう大丈夫です。ありがとうございました。やるわね。攻撃今のを回避するのは。しまった、命中していない。もっとしっかり狙え。早く敵を退けなければ。5番機機体損傷。目標への着弾を確認。落ちよう、反逆者とも。攻撃に失敗しました。ボス、どこを狙っている。敵が見えていないのか。敵を退けなければ。しまった、命中していない。もっとしっかり狙え。今の攻撃でかなりダメージを与えられたと。あ、攻撃が外れた。修理が必要な時。敵の反撃に備えろ。私にこの命令を。しまった、もう落ち着いてよく狙うんだ。作戦を続行します。次は外さない。しまった、かわされた。己小賢しい。そろそろエネルギーの補給が必要そうだよ。次は外さない。攻撃を回避。少しダメージを受けます。そろそろ修理をお願いします。
トリックマスター、了解ですわ。はい、アクトさん。行動を開始します。あれ？攻撃が外れちゃいました。今の戦闘不能だ。計算以上の効果が上げられました。この私が狙いがそれましたわ。私としたことが。この私が。だが、エオニア様のもとへは。敵の機関を撃破しました。その他の無人艦も沈黙。よし、みんなよくやった。このまま突破するぞ。なかなかやるじゃん。けどな、今回勝てたのはまだオイラたちが紋章機の扱いに慣れてないからってだけだぜ。負け惜しみ。うるせえな。次に会った時は覚えてろよ。泣いて謝っても許してやらねえからな。あなたの方がうるさい。もっかー、ダバリツーだ。このむつり女とにやけろ。覚えてろよ、絶対この借りは返すからな。我々ヘルハウンズ隊はこれにて失礼するよ。また会う日まで。アデュー。敵戦闘機撤退していきます。奴らが何と言おうが勝ったのは俺たちだ。これだけ叩き潰しておけば後が楽になる。レーダーに反応。エオニア軍機関、全速でこちらに突入してきます。なんだと、あのシェリーって女の船か。特攻するつもりか。エリシオール、回避してください。敵機関、こちらでは撃沈できません。全ブロック各駅緊急閉鎖。総員、衝撃に備えろ。エオニア様のもとへは行かせない。お前たちごときにあの方の理想を邪魔させはしない。落ちろ、エルシオール。私と共に。くっまだだ、まだ持ちこたえてくれ。あと少しだけ。エオニア様、あなたにお力を分けていただいたのに申し訳ございません。いただいたお力はお返しいたします。私はもはやあなたのおそばにいることはできそうにありませんが、最後の務めにあの憎き白き月の落とし子だけでも道連れにいたします。エオニア様と共に広告を離れ、辺境の星々をさまよいながら今日までお仕えできて私は幸せでした。エオニア様！助かったのか？状況は？敵艦、エルシオールの寸前で爆沈しました。本艦に被害はありません。そうか、運が良かったな。そうだな、今のうちに白き月へ急ごう。わかった、
みんなをねぎらってやってくれ。真のグリーン、紋章機は順次着艦してください。エンジェル隊、ただいま帰還しました。とりあえず敵を撃退できてホッとしました。私今度はもっと頑張りますね。最後はどうなることかと思ったけど、みんな無事でよかったわ。でもあれぐらいちゃんと避けたよね。思ったよりも手応えがありませんでしたわね。これなら白き月までさほど苦労せずに行けそうですわ。こんだけ打ちまくって勝つと気分がいいね。これからもバンバン指示を出してくれ。ん？おかしいね。あたしらより先に戻ったはずなのに。バニラなら帰還してすぐに急いでどこかに走っていきましたよ。そうなんですの？バニラさんにしては珍しいですわね。タクト、何か知ってるの？私も行きます。なんだかよくわからないけど、大変なんでしょ？私も行くわ。バニラを放っておけないもん。あら、あなたたち。ごめんなさい。少し静かにしてちょうだい。ケイラ先生、バニラさんは？あそこよ。すぐに良くなるからね。頑張って、ウギウギ。こんなバニラ、初めて見るわ。ここに来る途中でタクトさんから大体の事情は聞きましたけど、宇宙ウサギさん、本当に助からないんですか？まだ息はあるみたい。だけど、多分、もう。生きてる以上、仕方がないことさ。こればっかりはね。いえ、ウギウギはまだ生きています。助けます、絶対に。ウギウギを死なせたりはしません。私はあの時よりも成長しています。今度は大丈夫です。ウギウギ、必ず元気になるからね。しっかりしてウギウギ、もうすぐ治るから。いいえ、ウギウギはまだ。ウギウギ、バニラ、なんでよ、こんなことって。ここはタクトに任せて、しばらくそっとしといてやろう。そうですわね。
お元気に。ごめんなさい。わかりません。私はわからなくなりました。自分の力を尽くせば大事なものを失わずに済む。そう思って今まで努力してきました。なのに私はシスターバレルもウギウギも、私が今までしてきたことは間違っていたのでしょうか。精一杯生きる。はい、幸せでした。少し少しだけわかる気がします。私決して忘れません。シスターやウギウギと過ごした時間を、一緒にいた喜びも別れた時の寂しさも、ずっと心の中に残しておきます。まだ整理はできていませんが、たくさんの思い出と共に生きていこうと思います。はい、はい。ですがもう少しだけこのままでいてもいいですか。ウギウギ。あ、タクト。バニラは？私なら、もう大丈夫です。そうかい。それならいいんだ。ええ。バニラさんがそうおっしゃるのでしたら。元気出してね、バニラ。ウギウギもバニラにありがとうってお礼を言ってると思うよ。そうね。きっとそう。あんなに一生懸命看護してくれたんだもの。はい、ありがとうございます。皆さん、ご心配をおかけしました。何水臭いこと言ってんのよ。私たちは仲間じゃない。ウギウギは丁重に弔ってあげよう。今までありがとうって言ってさ。さあ、お茶にいたしましょう。バニラさんも、タクトさんも。はい。はい。そう思います。タクトさんや皆さんが、そばにいてくれて、私は本当に良かったと思います。
シェリー、なぜあのような真似を。誰が命を粗末にしろと言った。お前は、お前だけはいつまでも私のそばにいてくれるものと思っていたのに。私とシェリーは勉強に流される前からずっと苦楽を共にしてきた間柄だ。そのシェリーが死んで悲しくないはずがない。死ぬって機能停止ってことよね。それってどんな感じ？だったらシェリーのデータを使ってそっくりの機械を作ってあげよっか。やめろ。どんなに見せたところでそれは本人ではない。シェリーはもう帰ってこない。変なお兄様。人間なんていくらでも代わりは聞くのに、ノアには分からないわ。シェリーもこの前たくさん壊した人間も同じじゃない。機械を動かすための部品の一つでしかないわ。まあいいわ、ノアが紋章機とエルシオールを壊してあげる。そしたらお兄様も喜んでくれるわよね。そして最後は白き月を。ノア、